ジ散歩。え、これ一回言っていいですか、はい、黒っすか髪型。黒やろ。黒やろ。黒やろ。お題出してください。ボン。プロポーズの決め台詞。そんな感じのお題なんですね。そうですよ。全然もうそんなあの真剣に考えなくていいですから。オッケーです。はい。あのあちらのカメラに向かって、はい。僕が一生あなたを幸せにします。結婚してください。気持ち悪い。なんでですか。あちら。恥ずかしい。そうですね。負けたらこういうことになるんですか。ちゃんと読み取ってくださいね。いきますよ。ダメだ。はい。ドン。梶谷が現役時代決めた最後のゴールは右足左足頭のどれ。これはもう噛んでいきます。3択しかないんで。いや4択もあるかも。え、だ思考を読みこれ読み切れっていう書いてあるやん。読みこれって噛んでますよ。そこ突っ込まんでいいねん別に噛んだとこ。じゃあ、現役時代最後に決めた梶谷のゴールは、せーの、左足。うわ、右足。私、両利きなので。はぁ、今日はなんか全然負ける気せえへんな。はい、行きます。はい、はい、これどうぞ。フリップどうぞ。どん、はい、好きな女性のタイプは。まあ誰も気にならんへんわね、平和選手の。気になるかもしれないじゃないですか。どうでもいいけど。気になるかもしれないですよ。内面、内面はどういうタイプ。内面ですか。優しい人です。あとめっちゃ厳しいやつの方がええんです、絶対。で絶対嫌でしょ。外見は。いや、ショートカットの子が好きです。あ、ショートなの。ショートが好き。へえ。じゃあ、あの昔でいう内田有紀さんとか、広末涼子さんとか。え、全然。え、世代じゃないですね。知ってるやろ、広末涼子さんやで。聞いたことありますよ。顔全然すぐパッて浮かんでこないです。とっても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 ダンスの器用ってやつで。知らん歌だ。知らん。知らないです。知らんか。髪の毛ショートだったら誰。あの広瀬すずちゃんとか。広瀬涼子じゃないんかい。全然違う。すずちゃん。すずちゃん。すずちゃんがいい。年近いし会ってみたいです。一度でいいんで。会っても誰ってなるやん。カジ散歩に連れてきてください。カジ散歩に連れてこれるけど。はい、次いきますよ。はい、次いますよ。あー、これも聞きたい。はい、はい。梶谷の現役時代のプレースタイルは。これ3択です。見てくださいよ、どういう選手だったか。俺見てください。ここでやってくれるんですか。やったらやったら。俺がどういう選手だったか。はい、はい、テクニシャンではありません。どうぞ。オーケーです。オーケー。はい、正解は、せーの、ドン。テクニシャン。走力重視じゃないよ。走んないですか。走らんよ。走らんよ。テクニック、テクニック。どっちかだ、ジダン。ジダンタイプ。したかった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 。いや、次は笑顔ちょっと怪しいな。まあ、いや、笑顔ってだいぶほぐれてきてるよ。笑顔は捨てるんです。次はと同じ。なおくんは人見知り。ほう、めっちゃ人見知り。それは、こうです。まずさ、ちょっとあのイメージ整ったら、ちょっと浮いてみて。すぐ、解散もしてるし。桜選手が当日にできないんですか。どうだ。あんな企画、誰が思いついた。あの人です。やめてなさい。地元でも言われましたよ。言われました。めっちゃ問題やな。
な、コミュニケーション。じゃあまた整ったら、整ったら、了解です。お願いします。仲良くなった選手、仲良くなりたい選手、まあある程度はすぐ溶け込むような感じはしますけどね。いや最初めっちゃ緊張しました。そうそう思ってましたね。だいぶちょっとずつ慣れてきたかな。で誰と仲良くなったの？まあ新加入だったリクとか、この人っていう人はいないですけど、みんなとまんべんなく。そうですね。じゃあ今後このガンバでこういるので、この一番仲良くなりたいなっていう人は、それこそ高橋君とか。あ、なるほど、ね、今後なんかゴルフしてるみたいで。あ、するの？僕去年から初めて。スコアどれぐらいですか？ベストが100日、うん、おお、でもそこそこ楽しい。楽しいね。100前後だったらある程度楽しめる。で、なんか聞いたらみんなガンバの選手結構やるみたいで。やる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 。なんかそのゴルフであれが決まるって、順位が、人の区別っていうか、その、なんていうんですか、そんな言ってました。人の、え、そのなんていう、接し方のなんか、人としてのランキングがゴルフで決まる。ゴルフで決まるらしいです。ないやろそれ。言ってましたよみんな、マジで。絶対最下位やんそれ。いや、それなるなら、まあ、一生懸命練習しに行きます。いや、サッカー練習しねえもん。最後ぐらい行くよ。最後開けます。あ、もう沖縄やからな。よし、はい、はい、よし、はい、行こう行こう、ドン。カジアキラが食べたい沖縄の名物料理は何？はぁ、あ、食べたい食べたい、はぁ、あ、沖縄料理食べたいな。はい。え、マジで？そんな言いますよ。はい。沖縄料理食べたい料理、はい、何？せーの、ふいとん。ひらやーち沖縄そば。なんで沖縄そばなの？沖縄来たらひらやーちでしょ。なぜひらやーちって？ひらやーち知らんの？知らないです。あのちょっとチヂミっぽいやつや。あー、見たことあります。あ、食べたことはないです。ない。これ簡単やったら一番チャンス問題やったよ。いやー、カジさんならシンプルで。なんか最後にファンサポーターファンサポーター見てるファンサポーターに、はい、どうぞ。これ、はい、アピールポイント。江川卓のアピールポイント。卓野球選手。それそこは知ってたんや。それよくいじられる。そこは知ってたのね。すごいストレート持ってますよ。広末涼子を知らん人が江川卓知ってたよ。アピールタイム5分です、どうぞ。まあ自分の内面的、人間的には、うん、人としてはまあ結構見た感じで分かるように結構ワイワイするのが好きで、結構いじられるのも全然大丈夫なので、まあ皆さんファンサポーターの人からもどんどん声かけてもらいたいですし。これ呼ばれてるの、なんて呼ばれてるの、名前は？ゆうせいだ、人それぞれですね。ゆうせいだったり、うん、えがちゃんって呼んだり。えがちゃんはなんかあれやな、あのえぇ、ー、っていう、あのえがちゃんが、ね、あとロッシー。ロッシー、ロッシーって何？あのこの前のなんか僕らの先輩に似てるんですよ、うん、せーの、ロッシーさん。野生爆弾のロッシーさんですよ。自分でも調べたんですよ、うん、確かに似てました。じゃあもうロッシーでいいね。ロッシーでも全然ロッシーね。皆さんファンサポーターにロッシーです、はい、でサッカーとしてのアピールポイントは、まあ、自分左利きっていうので左足のキックだったり、うん、そういうところも見てもらいたいですし、うん、まあ、守備とディフェンスの面だったら、あのゴール前の粘り強い守備だったり、うん、あとは予測の効いたプレー、インターセプトだったり、そういうところが自分の持ち味だと思うので、そういうところをどんどんプレーで、まあ、口で言うの簡単だと思うので、それをしっかりプレーで皆さんに見てもらえたらなと思ってます。まあ最終ラインはね、もう代表クラスの選手も多い中での競争激しいですけども、まあ、今年、ガンバ大阪、上位進出、はい、育
くためにもやっぱり守備が大事なので、頑張ってもらいたいと思います。今日お疲れのところありがとうございました。江川雄星選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。